おはようございます。こんにちは。こんばんは。バイスです。今日するのは、好きな書き出し参戦。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは好きな書き出し参戦ですよ。小説の書き出し、一番初めの文章ですよね。これって小説の顔やと思うんですよ。例えば、立ち読みしてる時に、最後のオチから読み始める人っていてないんですよね。だいたい一番初めの、一行目から読んでいく。だからその一行目で読者の心をつかめると、それを買ってもらえる。で、商業的に成功できるっていうことになるんですよ。しかも1行目で読者の心をつかんだら、そのまま最後まで読んでもらえるでしょ。この1行目がいかに大事かっていうのを僕はずっと思ってるわけですよ。で、本好きな人もそれを楽しみにしてるところちょっとあると思うんですよね。結構有名なものもたくさんあるじゃないですか。例えば宇佐美凛さんの推し燃ゆとか、推しが燃えた、ファンを殴ったらしい、お、何起こったんやってなるじゃないですか。あとは太宰治さんの人間失格とかだったら、恥の多い生涯を送ってきました。あれ実は、ほんまはまたちょっと別の文なんやけど、手記の始めがその書き始めなんですよね。ほんまの最初は、私はその男の写真をサインを見たことがあるみたいな書き出しなんですよ。でもどっちにしてもええ文章。どっちにしても読みたくなる文章なんですよ。あとは有名なやつだったら、川端康成さんの国境の長いトンネルを越えると雪国であったとか。やっぱり有名になるのって書き出しなんですよね。だから僕が思う、僕が好きなたくさんある書き出しのうちの、今日は最近読んだ3つ。を紹介したいと思います。それでは始めていきましょう。まず一つ目がこちら、大谷麻子さんのガランドーです。リビングで菅沼が死んだ犬を作っている。不穏なんですよ。始まりが死んだ犬を作ってるって、もうわけわからんじゃないですか。この現実と文章のズレですよね。死んだ犬なんか作れるわけないのに、どういう意味なんやろって、ここでちょっと疑問持たせて読ましていくっていう、これはね、僕初め文芸誌で読んだんですけど、あ、これ面白いわって一行目で思いましたね。この文章が書ける人ですよ。それは亡くなった犬を模したフィギュアを作ってくれっていう依頼が入って、それを作ってるっていうことなんですけど、死んだ犬を作っているっていうこの表現ですよね。これでもう次に読ましていくっていう力が働いてるんで、商業的には成功なんですよ。この大谷麻子さんは今後多分野間文芸新人賞とか、三島由紀夫賞とか、芥川賞とか、そういう純文学の新人賞を取っていかれる方やと思うんですね。ほんで取っていってほしいって応援している人なので、これから2作目3作目楽しみにしたいと思います。大谷麻子、ガランド集英社から出版されてます。ぜひ手に取って購入して読んでみてください。そして2つ目です。町田光さんのくっすん大黒です。もう3日も飲んでいないのであって、実に何というかやれんよ。実に何というかやれんよですよ。これね、普通こんな表現できないんですよ。僕とかだったら、何の考えもなしに僕とかだったらとか言っても、だから何にも思いつけない。例えばもう3日も酒を飲んでいない、酒を飲んでいないことによってこれだけ頭痛がするのであれば、もう飲まないのも飲むのも同じではないかと思うとか、僕みたいな凡庸な人間はこんな文章を書いちゃうわけですよ。それを実に何というかやれんよって書くんですよ。これ何にも書いてないんですよ。感情も書いてないし、結論も書いてないし、どうするかっていうことも書いてないし、これ何にも書いてないんですよ。実に何というかやれんよなんですよ。ただこの実に何というかやれんよっていう何にも書いてない表現で、実に何というかやれてない感が 100% 表現されてる。これはね、やっぱり町田光さんしかできない天才的な表現やと思います。その後に、もう3日も飲んでいないのであって、実に何というかやれんよ。ほんと酒を飲ましやがらぬのだもの。ホイスキーやら焼酎やらでいいのだが、飽きまへんの、飽きまへんの、ほんまに一杯だけ飽きまへんのって書いてますからね。こんな文章普通書けないです。だいぶネジ飛んでる方やと思います。これ物語としては、解消のない男が家の掃除をしてて、家の棚に置いてた大黒さんの置物をほかしに行くっていうだけの話なんですけど、そっから話がどん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 広がっていくので、めちゃめちゃ面白い小説です。町田光さんのくっすん大黒、文庫本は文春文庫から発売されてますので、ぜひ購入して手に取って読んでみてください。そして3つ目です。3つ目はこちら、西加奈子さんのさらばです。僕はこの世界に左足から登場した。もうこれで、これどういう意味なんかなっていう風に考えるじゃないですか。まずこの生まれてきたのは人間なのかな、それとも動物なのかな、それとはまた全然別のものなのかな、そう考える余地がある書き出しですよ。で、これはね、1行目だけではちょっとわからないんですけど、3行4行読んだらわかるんですよ。僕はこの世界に左足から登場した。母の胎外にそっと、本当にそっと左足を突き出して、ついでおずおずと右足を出したそうだ。
両足を出してから速やかに全身を表すことはなかった。しばらくその状態でいたのは、おそらく新しい空気との距離を測っていたのだろう。これこの3行、初めの3行だけで主人公の性格全部表現してるんですよ。この短い文章の中で、この短い書き出しと短い数行の文章の中だけで主人公の設定全部書いてるんですよ。これはね、震えましたね。で、西加奈子さんって、しかもさらばって直木賞受賞作やないか、純文学ちゃうやんって思うかもしれないんですけど、僕思ってるんが、西加奈子さんってこう純文学とエンタメ小説のちょうどここやと思うんですよ。意味わかります？純文学の縁とエンタメ小説の縁のちょっと重なってるここやと思うんですよ。僕はね、もうこの人はほんまに垣根のない人やと思ってますし、行ったり来たりできる人やと思うので、その人の表現ですよね。僕はこの世界に左足から登場したんです。素晴らしいですね。だからこういうのにインスパイアされて書き始めっていうのをこだわれる作家になりたいなと思いますよね。ただ初めの一撃強いみたいな小説ももちろんめちゃめちゃいいんやけど、こうぬるって始まっていく小説もそれはそれでまた味があってね、面白いので、また紹介できたら紹介したいと思います。でさらばはほんまに人生の生き方、人生にちょっと悩んでるとか困ってるにゃとかいう人はこれを読むと救われる、救いのある小説やと思いますので、西加奈子さんのさらば、小学館から単行本発売されてますので、ぜひ購入して手に取って読んでみてください。はい、いかがだったでしょうか。今日は僕の好きな書き出し3つだけ、ね、たくさんあるうちの3つだけ、大谷麻子さんのガランドーと町田光さんのくっすん大国、そして西加奈子さんのさらばの書き出しを紹介させてもらいました。また、面白いのを見つけたら紹介したいと思いますので、楽しみにしておいてください。それではここまでにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。